塩原助けと、相馬、青の銅像、塩原助け一大器は、初代、三遊亭窓川佐が創作した、落語、人情話。明治十一年の作、実在の塩原助けをモデルにした、立身出世物語。当初、三遊亭窓川佐の得意とした、怪談話の新作として、本作も構想された。明治九年、 牧江市の柴田忠志に取材した時は、塩原家の没落にまつわる類をの階段に興味を持ち、創作することになったとされる。同年8月29日から9月14日まで、助けの記事である上州沼田氏を取材旅行している。明治11年に完成し、初演される。明治18年、若林蔵の即帰により、塩原助け一大記が、 即帰法研究会から刊行される。明治24年、井上薫亭において、作者自身により、明治天皇の前で講演される。明治25年1月15日、歌舞伎座で、塩原助一代記が上演される。助けを演じたのは、五代目、小野菊五郎。明治33年、新編集新京天神城小学校用牧に,に、塩原助として、 塩原助けが採用される。近年では、桂歌丸が得意とした。ありがとうございます。